こんにちは、シンです。今回はタメを作ってヘッドを走らせる方法についてお話ししていきます。タメを作ろうとしてもできなかったり、タメを作った時に球が右に曲がってしまうって方多いと思うんですけど、今回は正しくタメを作ってヘッドを走らせるための方法についてお話ししていきます。動画の最後にはタメを作る練習取りについてお話ししているので、ぜひ最後までご覧ください。タメを作りに行くっていうのはすごい難しくて、タメが作れない人のパターンとしては、タメの形っていうのを作りに行き過ぎてるっていうのがあります。タメの形っていうのは腕とクラブのこの角度。この角度を鋭角にしていくっていうのを自分で作りに行って打ちに行く。その形で打ってしまうと、うまくタメを見た目的には作れてる状態なんですけど、ヘッドが走るっていうことができてなくて、そのまんまインパクトしてしまって、球もこう右に行くっていう状態になりやすいです。実際にその状態で打ってみると、形上で下ろすときに、ここの角度を鋭角にして振っていくだけなんで、ヘッドが走るっていう状態が作れてなくて、形で球作ったまま振ってしまうので、うまく距離も出ない。で、右に飛んでしまうっていう状態になりやすいです。ヘッドを走らせるにはどうしたらいいですか？結論を言ってしまうと、クラブヘッドが上がる途中でグリップを引っ張っていく。うまくクラブヘッドの動きとグリップを引っ張るタイミングに時間差を作ると、タメが自然と作れるようになります。クラブヘッドが上がっていく途中で切り返しの動きを入れる。グリップを引っ張るっていう動作ですね。ボール方向に対して、クラブヘッドが上がろうとしている途中で引っ張るっていう動作を入れると、自然とタメができるっていう状態になります。キーワードはこの時間差ですね。クラブヘッドが上がっていく動きをしている中で、引っ張る方向に力を入れていく。そうするとまだクラブヘッド上がろうとしているので、深く入りながら手元側はもう切り返すっていう動きの中でタメができるっていう状態ですね。このタメの作り方ができると、その後、切り返し以降でヘッド側が加速して戻ってくるので、ヘッドがすごくこう走るっていう状態が作りやすくなってきます。実際にグリップを引っ張るっていう時に、どのあたりに力を入れればいいんですか？間違いやすいパターンで、下半身だけで引っ張っても手元がついてこなかったら食い遅れの状態になってしまう。手元だけで引っ張ってもやっぱり力が伝わらない。一番正解に近いイメージっていうのは、綱引きしてる時、下半身側で引っ張りながらでも腕も引っ張るっていう力をバランスよく入れてる状態。重いものを引っ張るっていう状態を意識してもらうと、自然といい使い方になる。クラブが上がる途中で引っ張っていきますっていう時に、この高いポイントから手元をしっかり下の方に引っ張る。じゃあこれは軽いものだったらこう手だけでこう押せるんですけど、それが重いものだったら自然と腰を落として、下半身でも引っ張りながら手元も引っ張る動作が必要になってくるんで、一番効率よく引っ張っていくためには、高い位置にある重いものを下に引きずり下ろしていくっていうのをバランスよくイメージできると、正しく引っ張る動作ができてきます。クラブが上がる途中で引っ張る動作をうまく入れると、切り返しでタメができて、切り返し以降ではこのタメが自然とリリースされてヘッドが走る。ただ問題は、タメがうまく素振りでは作れていても、実際に打った時にボールが右に飛んでしまう方が結構多くいて、タメをうまく作った時に振り遅れて右にすっぽ抜けが出てしまう、こういう球が出てしまう方の場合っていうのは、一つできてないことがあって、それはフェース向きの管理。フェースがタメを作ってる時に開いてしまうっていう方が結構多くいます。うまく時間差を使ってタメを作っていく、この動きを取った時にフェース面の向きっていうのは非常にこう開きやすい。ヘッドの先側が重いので、ヘッドの先側がまだ上がってる途中で引っ張るっていう時に、一番重い部分が後ろに振られて、その時にフェース面が開きやすい。フェース面の管理をせずに打ってしまうと、さっきみたいにこう右にすっぽ抜けてしまうっていう状態ですね。フェース面が開いてしまってこうすっぽ抜けてしまう方っていうのが、溜めてもやっぱ右に曲がってしまうっていうのを嫌がるとどうなるか、溜めるのをやめて合わせるっていう動作になりやすいです。早めにリリースをしてフェース面を合わせていく、いわゆるこうアーリーリリースの動きになってしまって、結局溜めができないまま、まっすぐ行くけど距離が出ないっていう状態になってしまいます。溜めを生かしたまままっすぐ飛ばすには、フェース面を閉じるっていう動作、これをタイミングよく入れるのがすごい重要になっています。クラブを引っ張り始めるっていうタイミング。ここで開いてると合わせるっていう動作になってしまうんで、切り返しのタイミングで閉じる。シャフトを軸にしてフェース面を回していく。この動きで閉じる状態を作っていきます。
います。左手でドアノブを持った時にドアノブをこう閉じるっていうイメージですね。過去の動画でも言ったこともあるんですけど、やっぱりこの動作が大事で、クラブを切り返しで引っ張っていく時にドアノブを少しこう閉じる状態を自然と作っていく、切り返しで引っ張りながら閉じるっていう動作、これを切り返しのタイミングで同時に入れていくイメージ、この動作を入れるとためができている状態でも球をまっすぐに飛ばすっていうことができるようになってきます。じゃあこのイメージでボール打っていくと、今しっかり飛距離が出る球筋で打っていけたんですけど、ポイントは最後時間差を作ってヘッドが上がる途中で引っ張っていく、でその時にフェース管理でこう閉じてる状態を作りながら引っ張っていくと、しっかりためができた状態でもフェース面が閉じて当たることができて、こうドローボールで距離が出せるっていう状態になります。ためを作っていくためにはまずはこう時間差が大事、上がる途中で引っ張るっていう動作と合わせてフェース面の管理ができてる、フェース面が閉じれてるっていう状態が大事なので、この練習ですね、ぜひ試してみてください。練習ドリルとしては今回の内容を頭の中でなるべく短い言葉で思い浮かべていただきながら練習してもらえると練習効率が高くなります。今回の合言葉としては、クラブが上がる途中で引っ張る、でその時にシャフトを回す、途中で引っ張る、でシャフトを回す、途中で引っ張る、シャフトを回す、途中で引っ張る、シャフトを回す、途中で引っ張る、シャフトを回す。この言葉を思い浮かべていただきながら練習してもらえると、ためを作りながらフェース面の管理もできているという状態になるので、きっちりヘッドが走るっていう状態を作りやすくなります。距離も上がってくるので、ぜひ練習で試してみてください。今回の動画が参考になったら、いいねやチャンネル登録をお願いします。今後も皆さんの悩みが解決できるような動画を作っていきたいと思ってます。何かスイングの悩みや動画のリクエストがあればコメント欄で教えてください。ここまでのご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。